戦闘機の話が出ましたけれども、ちょっと閣下に専門家なんで、多分いろんなところで語ってらっしゃると思いますけど、最近次期主力戦闘機に F-35 が選定されましたけれども、あれについてはどういう見解をお持ちですか？あのね、日本は今まで戦闘機を最終的には、日本で自前で作ると、国産の戦闘機を作るということを目的にね、頑張ってきたわけです。でそのためにまずアメリカの技術を得ようということで、アメリカから図面を買って、お金を出し買って、で日本の三菱重工業でその図面を見ながら戦闘機を作るということを繰り返してきたんですね。これは最終的には日本で作るためなんですよね。でだけれども、このアメリカが図面の全部を明らかにしてくれるかというと、これは明らかにしてくれないしない、で必ずその明らかにしないブラックボックスという部分が、秘密の部分、でその部分はアメリカが作りますと、その後作った後も整備をしたり修理をしたりするのはアメリカがやりますということになってるんですね。これは一応建前上は秘密保全、技術的な優位を保つためということになってますけど、まあ実際は金儲けのためなんですね。なるほど。で、まあ技術というのもね、5年10年すればね、すぐ追いついちゃうわけですよね。だからブラックボックスに当初したところで、5年10年すればね、それもう解除していいはずなんです。だけど導入をして20年経っても30年経っても解除されない。むしろブラックボックスが増えていったりする。それは結局金儲けをしたいからね、ずっとその状態を維持してると、アメリカとしてはね。なるほど。だから戦闘機も日本はそうやって作るけれども、結局はアメリカにその開発料とかロイヤリティとか払わなきゃいけないんで、大体アメリカの戦闘機の2倍の値段で日本は戦闘機を買ってるということなんですね。2倍ですか。一機100億ですか。そうですね。アメリカで50億のものを日本では100億すると。F-35 は推計で、F-35 の問題はね、これ国際共同開発の戦闘機なんです。今までは日本はアメリカが単独で作った戦闘機を入れてたから、アメリカとの調整だけやればいいわけですね。でこういうものを入れるときね、外交構文があって、外交構文の下にね、今度日本の防衛省とアメリカの国防省の間でね、覚書を結ぶわけですね。覚書、何機作りますとか、この部分は日本で作りますとか、これはアメリカが作るんですよ、覚書を結ぶわけ、細かい覚書をね、でこの覚書で、まあ、いろんなことが、まあ、拘束されてるんですね。ところがこの F-35 っていうのはアメリカ単独開発ではなくて、多国間の共同開発ですね。と日本は今度この覚書をアメリカ1カ国とだけ結べばいいのか、それとも開発に携わってる全ての国と結ばなきゃいけないのかという問題がありますね。それと今度多国間で分担して作ってますから、後から入っていった日本が、じゃあどこを作らせてもらえるんだと、日本だけはその国際製造分担に関係なくね、全て作らせてくれというようなことがね、今までのやり方と同じように言えるのかと、多分言えないんだと思うんですね。そうね、これよっぽどうまく交渉しないとね、お金だけ出さされて、向こうが作ったものをそのまま買わされるという恐れがあるわけですね。なるほど。そのまま買わされるということは、例えばアラブ諸国なんかはアメリカのものをそのまま買ったりして、壊れたらアメリカに送ってまた修理してもらうと、だ時間もかかるわけですよね。だから日本はそういうやり方で、日本国内に整備基盤、修理基盤を維持をするというために三菱重工が作ってこの基盤を維持してるわけですね。壊れても日本国内でまあ直せると、まあブラックボックス関連のものはアメリカに送らなければしょうがないけれどもね。なるほど。だけど国際共同開発で後から入っていって、じゃあ日本はもう製造分担決まってるから、多分数用な部分は作らせてもらえない。日本の航空機製造技術はそういう意味ではね、数用な部分を作らないということはね、全然進歩しませんよね。なあ、そうですね。だから金だけ出したことで終わっちゃう可能性は十分あるんですね。そういう心配がこの F-35 にはあるんです。地区長、なんかこう何国かで作る、例えばエンジンはどこの国、そう、羽はど、翼はね、翼はどこの国とかってこう分けると、その精度っていうのは、下がっていったりしないんですか？それぞれの国で作るけど、最終的に組み立てをね、アメリカの F-35 だとロッキードマーチン社というのがやるわけですね。まあそこはうまくコーディネートするようにしてると思いますけどね。なるほど。
あと閣下に一つ聞きたいのは、F35 の前に F22 の導入があれで、結局議会がアメリカの占いというふうになりまして、F35 になったかと思うんですが、F22 が今後日本に売られる可能性があるのかと、また売られないのであれば、それはやっぱりこう最近の自衛隊の情報流出問題というのをアメリカはどう見てるのかということを、これは日本ではね、日本の情報不全体制が悪いからだと、いうようなことが一般に報道されてね、日本の政治家でもそう思わされてる人が多い。はあはあ、だから全く違う。全く違いますか。はあ、アメリカが F-22 を日本に輸出をしないのは、F-22 という戦闘機を作った後ね、通常戦闘機にしろミサイルシステムにしろ作った後必ず能力向上が行われるね。なるほど。アップグレード版を作るわけですよ。そのアップグレード版を完成した時に初めて古いものをよその国に売るというのがね、武器輸出の仕方なんです。はい、武器は自分の国と同等のものを他国に売るということは絶対しない。そうですね、それは F-15 にしろペトリオットにしろ、そういったシステム、イージス艦にしろね、自分の国よりも性能の高いもの、あるいは自分の国のものと同じ性能のものを他国に輸出することは絶対しない、これ武器輸出の原則ですね、それは当然ですよね、同じものを輸出したらいざ戦ったらやられるかもしれない。そう、当然そうですね。だから絶対に負けない、この性能の落ちたものしか他国には輸出しない。じゃあやっぱり最初から日本には売る気はなかったと、F-20 にはね、まあ基本版を作りましたね、基本版を作ったけれども、これはアップグレードする財政的余裕が今のアメリカにないわけです。なるほど。もしアップグレードする財政的余裕があってアップグレード版ができれば、古い F-22 を日本に売ったと思いますね。ああ、なるほどなるほど、金儲けのために。だけどアップグレード版を作る財政的余裕がないからできないわけです、これと同等のものを日本に売ることはできないというのがアメリカの立場で、なるほど、それは言えないから、同盟国でね、なんだ同じもの売らないのかと言われるから、だからどうも秘密保全体制がまずいとかいうことを理由に売らないと言ってるだけですね。なるほど。でイージス艦のね、あの情報漏洩、大した情報漏れてませんよあれ。だけどなんかものすごい情報が漏れたみたいな大騒ぎしてるけどね、大した情報は漏れてないんだけれども、あれが、ね、政治的に利用されてるわけ。日本の情報保全体制が悪いと言われて、これにこのバカな政治家が乗っかってね、一緒になって騒ぐわけだ。全然そんなことないけども、で結局日本の自衛隊は情報保全体制が悪いんだとかいうイメージが作られてね、そのために言ってもらえないとかいうことになって、みんな思わされてる。なるほど。そんなことはない。あとやっぱり国家